それでは躍進賞ラテンアメリカン部門のノミネート選手をご紹介いたします。大塩克実組後期 B 級優勝。山崎博道都心市美本組後期 B 級5位。東海林雄介橘遥香組後期 B 級2位。
藤雄二、武藤圭子組、前期 B 級優勝。桜直人、高辻夏実組、前期 B 級5位。西村和幸、松村宮香組、後期 B 級3位。以上、躍進賞ラテンアメリカン部門
6組のノミネート選手をご紹介いたしました。それでは全員でもう一度踊っていただきます。どうぞご登場ください。それでは全員でもう一度踊っていただきます。種目はチャチャチャです。ノミネート選手全員のチャチャチャをご覧いただきました。ありがとうございました。続きまして、躍進賞スタンダード部門のノミネート選手をご紹介いたします。影山優輝、宮原えな組、後期 B 級3位。熊木美和組、前期 B 級3位。
中大輔、太田彩奈組、前期 B 級4位。小松拓也、小松菜奈組、前期 B 級5位。松本雅人、横山香織組、前期 B 級2位。
以上、躍進賞スタンダード部門6組のノミネート選手をご紹介いたしました。それでは全員でもう一度踊っていただきます。フロアの方へお進みください。それでは参りましょう。種目はクイックステップです。ありがとうございました。ノミネート選手6組によりますクイックステップをご覧いただきました。それでは躍進賞にノミネートされた選手にもう一度ご登場いただきましょう。スタンダード部門にノミネートされました皆さんには記念のトロフィーが選手会副会長山本大輔より贈られます。またラテンアメリカン部門にノミネートされました皆さんには記念のトロフィーが選手会副会長末安雄一郎より贈られます。それでは躍進賞部門大賞の発表です。まず躍進賞ラテンアメリカン部門の大賞は、中村浩輝、大塩霞組です。おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして、躍進賞スタンダード部門の大賞は、鈴木隆夫、中本直美組です。おめでとうございます。おめでとうございます。これより表彰に移ります。大賞の2組には
東部日本ボールルームダンス連盟副会長荒井清志様より賞状およびトロフィーが贈られます。荒井副会長ありがとうございました。そして神奈川県ボールルームダンス連盟澤田雅美会長より副賞が贈られます。澤田会長ありがとうございました。さらにラテンアメリカン部門大賞の中村大塩組にはスーパーダンスジャパン株式会社代表取締役清水長寿様より特別スポンサー賞が贈られます。ありがとうございました。スタンダード部門大賞の鈴木中本組には株式会社ボールプランニング池田代表取締役池田栄様より特別スポンサー賞が贈られます。池田様ありがとうございました。それでは躍進賞 ラテンアメリカン部門大賞に輝いた中村浩輝大塩霞組に栄光のダンスを踊っていただきましょう。フロアの方へどうぞ。お二人に踊っていただきます種目はジャイブです。
ありがとうございました。栄光のダンスを踊っていただきました。続きまして、躍進賞スタンダード部門大賞に輝いた鈴木孝雄、中本直美組に栄光のダンスを踊っていただきましょう。種目はワルツです。栄光のダンスをご披露いただきました。ありがとうございました。では、今の率直なお気持ちをお聞かせいただけますでしょうか。2年前に、新人賞の大賞をいただきまして、で2年間で躍進賞の大賞をいただけたというのはとても光栄なことで、素直に嬉しいと思います。これから先もっともっと上に行きたいという大きな目標があるんですが、その一つの通過点としてこのような賞をいただけたのは大変嬉しく思っております。昨年は皆さんたくさん応援していただいてありがとうございました。今後、もっと日本の上を目指せるように、海外でも成績を出せるような選手になっていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。今日はこのような賞をいただけて大変嬉しく思っております。これからさらに上に行くという思いで気を引き締めて、日本の代表する選手になれ、なれるよう頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いいたします。大賞をいただけまして、とても嬉しく思います。これまで何年か、躍進賞にノミネートはしていただいてたんですけども、やっと念願かなって、大賞としてソロを踊ることができまして、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。そうですね、B 級戦、特にM ズダンスアカデミーの生徒の皆様、また、紅茶の先生、オーナーの先生、たくさん、会場に、足を運んで、応援していただき、優勝というコールをいただいたとき、すごい会場の大声援が今でも忘れられません。今年から A 級となりますので、皆様の期待により添えるよう、また皆様により喜んでもらえるよう、2人で、ダンスを作り上げていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。